12月何だ何の日ですか。クリスマスツリーをついにこの日が、あ、その前に今ねサンタさんの服を着てるわけですよね。なんでこの日がクリスマスツリーなんですか。ですね、日本 の、 あの横浜の明治屋っていうところで初めてクリスマスツリーが、はい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 、飾られたんです。ってなると横浜の明治屋の今を見たいですね。あ、確かに今本当に飾られてるのか、あ、伝統を守っているのか、さぞ一番でかいクリスマスツリーがあるんですね。そうですよ、クリスマスツリー、あるでしょ。じゃあ今日クリスマスツリーの日ということで、あの元々最初に飾られた横浜の明治屋というところに来ようと思って今日来ました。はい、ということでね、明治屋が高島屋の中にあることなので、こちら見てください。いやでもね、これないでしょ、こんなとこでツリー飾られてる。そうだって明治屋ストアってさ、食料品だよね。食べれないよ、ツリー。なんで食べれないものを飾っちゃダメでしょ、メイジャー。食べれるんだったらいいなと思うけどさ。これなかったらあれだからね、ほんと。代わりないとやばいから、代わりが。そのツリーの代わりになる、まあ、ツリーが欲しいよ、完全にね。まあ、それ欲しいよ。本当にある。あるって言ったからね。なかったら、これを、あれよ、あっってなってるからね。私の方が先だっていうのも知ってるから、今こう出てもらうの。こちらが明治屋ですね。ここにツリーが飾られている。これツリー、ちょっとやばいよこれ。こんなちっちゃいツリー、誰嬉しいのこれ。ダメでしょこれ。最初に飾られたツリーがこの大きさってやばくない？もうこんなとこだよ、ここは。ちょっとどうすんのこれ。あんだろうね、代わりいけんのツリー。あ、じゃあ任せますか。